みんなこんにちは、ピンクッピだよ。今日はピンクッピサンドイッチショップを開くんだ。まずはお店屋さんの準備をするよ。ピンクッピのサンドイッチ屋さんには、四角、四角、丸、丸、三角のサンドイッチがあるよ。まず、ここに同じ形、同じ色の食べ物に分けてみよう。わかった。じゃあピンクッピはここ。違う。三角のピンク、どれかわかるかな。ここ。あった？これは。あ、赤の三角だね。同じ形に置けるかな。できた。黄色、緑。じゃあパンはここに置いておこう。じゃあ次は丸もお願いします。四角、四角もやってもらおうかな。ああった。同じ色と同じ形できるかな。この色は茶色だから。あ、本当だ。うわ、うん、同じだね。丸丸丸丸。うわ、こことここ。四角のサンドイッチもお願いね。うわ、緑はどこかな。ブブ。うわ、あれ、そこは三角だね。こっちだよ。四角はどこかな。あった、四角。じゃあ三角は三角のところに戻してくれる。ありがとう。あ、もう四角もできた。よし、これで準備完了。あ、待って、味付けのマヨネーズがないわ。どうしよう、取りに行かなきゃ。どっか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 。ピンクッピー。あ、赤っぴー、なんか忘れてるようだよ。そうなの、マヨネーズ忘れてて取りに行ってくる。え、ここにあるよ。ありがとう、アカピー。マヨネーズあった。あった。あったね。うん。これで準備完了。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おいしいサンドイッチはいかがでしょうか。いらっしゃいませ。どこ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 。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。ようこそ。出たんよ。はい、わかった。誰だろう。あ、緑っぴも来てくれたのね。あ、黒っぴも飛び出てきたわ。いらっしゃいませ。じゃあ、はい、ママが緑っぴと黄色っぴは、はい、四角のさん、あっちがどうしようかな。丸のパンでお願いします。はい、丸ですね。何を挟みますか。何がいい。ハンバーグと黄色いパプリカ。はい、わかりました。じゃあハンバーグと黄色のパプリカを挟みましょう。黄色とハンバーグ。あ、ハンバーグ忘れてるよ。お願いします。はい、はい。まだかな。赤っぴと黒っぴは、うん、だって。完成。お待たせしました。わーい。赤っぴと黒っぴは一緒に食べるので、はい、大きいサンドイッチ
ちを一つください。はい。どっちが大きいかな。四角の方が大きいわね。中に何を挟みますか。中には、はい、トマトソースと、はい、卵、はい、お願いします。わかりました。レタスなどはいかがですか。レタスはちっちゃい子が嫌いなので大丈夫です。わかりました。じゃあマヨネーズはどうしましょうか。マヨネーズは、はい、いらないです。はい、わかりました。あとは、はい、バルの、はい、ピーマンを一つ四角のところに挟んでください。かしこまりました。丸いピーマン入ります。以上でよろしいですか？はい。完成。完成。じゃあそれを。あとは。渡してください。だって。あとは、黄色っぴの三角で、はい、ハムと、はい、チーズと、はい、ケチャップを挟んでください。はい。ハムとチーズと、じゃあケチャップ味ですね。はい。ケチャップぬりぬりぬり。さあ、これで三角のサンドイッチ完成。ギギギギ。お待たせしました。はい。いただきます。ギギギギ。ギギギギ。食べたいよ。ギギギギ。ギギギギ。どうぞ。また来てくださいね。ありがとうございました。残しちゃったから赤っぴに食べてもらおう。いやー、赤っぴのお腹すごいいっぱい入るね。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。また来てくださいね。はい、さようなら。さようなら。みんな、こんにちは。あおっぴだよ。今日は僕たちいろっぴと一緒にこのマクドナルドのハッピーセットでもらったシルエット博士の影クイズで遊ぼう。楽しみだね。僕黄色っぴが問題を出すよ。赤っぴと緑っぴ、青っぴと白っぴは何の影か考えて答えてね。いくよ。これなんだ。わかるかな。四角いね。わかるかな。かまぼこかな。違うよ違うよ。四角いから筆箱かな。なんだろう。じゃあ次のヒントだよ。次のヒントはこれだよ。何かわかるかな？なんだろう、ロボットかな？ブッブー。じゃあ次はこれだよ。これならわかるかな？あ、車だ！惜しいね。車なんだけど、あの働く車だよ。わかるかな。なんだろう、働く車か。ゴミ収集車かな。それともウーカンカンの消防車かな。あ、わかったわかった。これ救急車。さあ、どうかな？それじゃ答えを見てみるよ。答えは
くるくるくる、じゃーん、ピンポンピンポーン。この答えは救急車でした。もう一回見てみると、上から見るとこんな感じ、前から見るとこんな感じ、そして横から見るとこんな感じだよ。答えは救急車でした。わーいわーい、赤っぴあったり。赤っぴすごいね。ちょっぴり難しかったけど、すっごく楽しいね。ぜひみんなも遊んでみてね。バイバーイ、また遊ぼうね。ゴミ収集車、ゴミ収集車、すごいね、かっこいい。はーい、みんなで遊ぶと楽しいね。いい。次は何して遊ぶ？何しよっかな。いろんな遊びしてたら、こんなにゴミが出てきちゃった。ゴミぎゅうぎゅうだ。わあ、ゴミだらけのお部屋になっちゃった。わあ、ほんとだ。どうしよう。あら、こんなにゴミがいっぱいになっちゃったのね。みんなでお絵かきとか折り紙して遊んでたのかな？こんな時はあの人を呼びましょう。せーの、ゴミ収集車、来て来て。わー、来てくれた。このゴミを集めてください。お願いします。ゴミが入っていく。すごい、あんなに大きなゴミも入っていったわよ。いっぱい入るね。ゴミはゴミ箱に捨てましょうね。ゴミをゴミ箱に入れてゴミの日に出すと、ゴミ収集車が集めに来てくれるんだよ。キキ。それじゃあまたね。バイバーイ。ゴミ収集車。ゴミ収集車。すごいね、かっこいい。みー、ガガ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 。キキー。ガガー。ガガー。ガガー。車がいっぱい。素敵な車屋さんだな。どんな車があるか見せてもらおう。こんにちは。はい。かっこいい車見せてください。はい。おお、大きい車。かっこいいですね。ここに乗れなかった。クロッピなら乗れるかな。乗れたよ。かっこいいな。う
腕を。じゃあ僕は黄色い車見せてください。他にもありますか？ここ。わー、ありがとう。他にも黄色があったら見せてください。黄色他にもあるかな？黄色。この辺に黄色ある？ あったね。わー、ありがとう。黄色い車がいっぱい。じゃあ黄色っぴはこの黄色い車にしようっと。白っぴの大好きな白い乗り物ありますか？ある。じゃあお願いします。はい。白はあるかな？白。あ、飛行機も白い乗り物だね。白。あ、すごい、白い車ありました。他にはあるかな？ない、うん、白。わ、ありがとう。見て見て、白い乗り物がこんなにあったよ。わあ。じゃあ白っぴはこの白い飛行機にしようっと。いいよ、コギ。じゃあ緑っぴはやっぱり僕の大好きな緑の乗り物にしようっと。緑の乗り物見せてください。はい、お願いします。緑あるかな？お、ありがとう。他にもありますか？ない。ない？うん、ない。よーく見るとこの辺にもある気がするよ。緑。あ、あったね。うん。あ、これも緑だね。あ、あ、あったー。あ、あ、あ。あ、ありがとう。緑色の乗り物、こんなにあったよ。この緑のバスにしようっと。かっこいい。すみません。はい。黒い車ありますか？ある。お願いします。わあ、かっこいい。じゃあ僕はこの車にしようっと。僕たちが選んだのはこの乗り物だよ。お会計お願いします。はい、こちらの乗り物ですね。今レジに通します。はい。あとはこれもお願いします。最後はこれです。全部で18,000円です。お願いします。どうぞ。はい、ありがとうございます。素敵な乗り物が買えて嬉しい。それじゃあバイバイ、また来ますね。どうもありがとうございました。また来てくださいね。さようなら。みんなこんにちは、ピンクッピだよ。今日はピンクッピサンドイッチショップを開くんだ。まずはお店屋さんの準備をするよ。ピンクッピのサンドイッチ屋さんには、四角、四角、丸、丸、三角のサンドイッチがあるよ。まず、ここに同じ形、同じ色の食べ物に分けてみよう。わかった。じゃあピンクッピはここ。違う。三角のピンク、どれかわかるかな？ここ。あった？うん、あった。これは。あ、赤の三角だね。うん。同じ形に置けるかな？あった。できた。
黄色、緑。じゃあパンはここに置いておこう。じゃあ次は丸もお願いします。はい、四角。四角、四角もやってもらおうかな。ああった。同じ色と同じ形できるかな。この色は茶色だから、うわ、あ、うわ、ほんとだ、うわ、うん、同じだね。丸。うわ、こことここ。四角のサンドイッチもお願いね。うん。うわ、うわ、うん。緑はどこかな。ブブ。うわ。あれ？そこは三角だね。うん。こっちだよ。四角はどこかな？あった。四角。じゃあ三角は三角のところに戻してくれる？うん。ありがとう。あ、もう四角もできた。よし、これで準備完了。